いいお昼になるかな。辛いのかな。ちゃんと辛いな、本当に。埼玉に多いんですか。うん、ああそう。餃子うまい。あ、お酢入れてもうまそうだ。初めて行ったよね。思った以上にラーメン辛かったよって話ですから。餃子も美味しかった。はい、どうも父ちゃんです。今日からまた月曜日が始まりました。今週のクエストの内容がちょっと変わりましたね。こんな感じ。ウーバーイーツは30件やったら6000円のインセンティブもらえるじゃないですか。ってことは30件で割ると200円プラスになるってことよ。そしたらだいたい単価400円と考えたら600円になるとね。で、出前館の、9月30日までの僕の特権、1.3 倍のボーナスがつくっていうのももう10月に入ったらなくなったんで、それを考えるとウーバーイーツやっても出前館やっても両方単価的に言うと600円ぐらいになるんだなってことで、良くなる Uber Eats がまたメインになってくるんだと思うんです。 Uber Eats はね、ピック先まで遠いことあんまないんで、Uber Eats 多めでやっていきたいと思います。ってことで張り切っていきたいと思います。今日は東口から攻めようか。本当ね、 Uber だけで今日5件ぐらいはマジでやりたいんだ。早めにね、またリクエストっていうのはもうクリアしときたいじゃないですかね。ロングしかならないから西口にやっぱり行くよって話ですから。出てない、超ショート。いいね、行きます、行っちゃいます。いいね、幸先。ちょっと待って、ダブルじゃん。もう一件来た。いや、件数こなしたいから行きます。ラッキー。なんか思いがけずに2件取っちゃったよ。やった、ラッキーだよこれは。多分これダブルだから調整金も結構つくでしょ。いいよ、しゃあラッキーだよ。3分待ち、調整金つくから、ね、全然いいでしょ。調整金めっちゃつくでしょ。両方で800円超えだなこれ。ラッキー。よし、皆さん知ってますか、最近出前館で医薬品の配達を始めたんですよ。やっぱしんどい人いっぱいいるじゃない。だからああいうサービスをね、今後ともね、どん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 展開していく方がいいよっていう話なんだけどね。2件でね、800円ついたでしょね。800円ついたのはいいんだけど、またねこれ蒲田駅の方戻んないとダメだから。で、蒲田駅の方行ってね、なるべく時間がないうちに取らないと5軒なんか行かないから急いで戻ろう。蒲田戻ってきたよって話だけど、閑散期ってそういえば毎年いつまでだっけな。確かにあれなんだって、寒くなってくるともうみんな外出たくないから忙しくなる、ね、感じはあるんだけど、具体的に何月ぐらいまで閑散期って続くんだっけな。ホットモット取ったよ。出前館取った、ホットモット。池上まででしょ、そんな遠くないよ。行きます。やっぱ千鳥の方じゃん、最悪。池上って言っても町名によってだいぶ遠いなこれ。失敗。まあいいや、暇してたからがいいよ。10分ぐらい待たされたよって話ですから、すぐ行きます。あれだな、池上って言ってもあの矢口の方に向かってるなこれ。ちょっと遠いよって話だね。ほんと出前館の早押しはね、コツいるよ。ちゃんとあの住所とか一瞬で見る癖つけないとダメですよって話ですから。いやー、
結局ならないで戻ってきたよ。だからどうせ蒲田戻ってきたとこで、まだ暇なんだけどね、あとね20分ぐらいならなかったらもう今日は帰るか。やっと来た、近いね。いいじゃん、これラストかな。あ、まあ、ラストかな。あ、しゃー、もう入ってこないかなと思ったからラッキーだよって話ですから、これ多分もうラストだな。じゃあ件数で言うとあれだ、今日は4件行ったことになるのか。まあそうだよね、3000円稼ぐのは難しいな。そうだな、なれば今日もまだ3000円目指してやりますけど、まあ、ちょうど東口戻るんでね、もうこの後はもうならなかったらそのまま家帰るよ。お疲れ。じゃあ乾杯。ガツンとみかんで乾杯すんな。もうセブンイレブンで最近これずっとただもう当たりまくってるアプリが、今日はあれかな、2時間やらないぐらいで4件か、まあ、まあまあかな。1日3000目指してるからね、5、6件本当やりたいところだけども、まあいいでしょ。なんか予報見たら今週は明後日ぐらいからずっと雨みたいで、多分クエストも達成、相当気合い入れてやらないと達成できないと思うんだよね。でも雨の、もうほんと雨の日って僕あの外出るの億劫になっちゃうんで、自転車漕ぐのも嫌になっちゃうんだよな。だから30件できるかどうかわかんないんだよね。美味しい？ずっと黙々と食べてるけど。うん。大好きだよね。うん。最近保育園で何して遊ぶの好き？ペトペトブロック。え、何？ペトペトブロック。ペトペトブロック？ペタペタ。ペタペタブロック？うん。何それ？青い棒とか、つなげんだよ。はい、長い棒と、長い棒を、つけたいところにつけれんの。なんとかなんだよっていうようになったんだね。そう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 。10月の1、2って、ウーバーやんなかったんで、ウーバーとか配達やんなくって、ちょっとね、3日ぶりぐらいの稼働だったんだけど、最近出前館とかさ、始めて、どん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 稼ぎたいから、もう配達頑張ろう頑張ろうみたいな、あの気分でやってたんですけど、それに慣れちゃって、ちょっと最近飽きてきちゃってるんですよね。だから配達行くのに、ちょっと腰が重くなってるんだよね。まあ飽きんの早いな。みんなどういう感じで、そう、前も何回も聞いたことあるけど、皆さんどういう感じでモチベーションキープしてんの？副業勢はもう結構、一回こういう気持ちになっちゃうと、それ脱するのに時間かかると思うんだよね。うん。なんか、一週間ごとにこう生産じゃないですか、ウーバーって。だから一週間終わるともう達成感で、またゼロから始めるの嫌になっちゃうんだよね。これみんな一緒なのかな、これ。そう、ウーバーのお金と出前館のお金、ずっといじってないから、溜まりっぱなしなんです、最近。だから、ま、もう、そろそろちょっと家族で、ね、旅行とか計画して、行きたいなぁ。今10時過ぎなんだけど、さっきね、最新動画が上がったってとこで、コメントが1件来てます。それを紹介して終わりたいと思います。アイアイさん。先ほどホットマルット、ホットモットの前でお兄さんを見かけたけど、タイミング的に声かけられなかったです。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。多分、僕気づいたかも。ホットモットの前で動画撮ってたから、目あったんですよね。一人配達員の方と、その方だと思うが、これからも応援お願いします。ありがとうございます。てことで、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。して。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。